はい、こんにちは、柔術浄化です。今回はですね、前回、僕たちの秋冬のおすすめを紹介させていただいたんですけども、ヴィンテージとかブランドとか、合わせるとは何ぞやと。はい。じゃあお前ら来てみーと。はい。いう声が心なしか聞こえたんで、今日はですね、真面目に、今から僕ソロキャンプ行ってきます。あれ？行かないですよ。何でしたっけ？前、紹介させていただいたアイテムとかを、こうやって入れたらかっこいいんちゃうみたいな感じで、紹介していこうかなと思ってます。はい。そうです。ソロキャンプはなし？ソロキャンプはまた次回。はい。次回ソロキャンプの動画なんで、今日は真面目に服の動画を撮っていきます。はい。早速着てみました。もう、これカーディガンがシュプリーム。クロムハーツ。はい。で、カーハート。で、靴が、ダークシャドウですね。はい。の、スニーカーになってます。そのカーハートは前回の動画で紹介してたやつ。してたんだな。多分してたっすね。してたっすね。してたよね。してました。はい。ブラウンのやつ。個人的にブラウンが好きやから、カーハート選ぶってなったら、なんかブラウン多いんですよ、選ぶのが。へぇ。それに合わせて、選ぶって感じですね。おい。で、まずそもそも、クロムハーツ、なんかジップなんですけど、これジップっていうのもポイントで、ジップやったらね、基本ここにシルバーがつくんですよ。クロスボールなり、ダガーなり。それでちょっと重くなるじゃないですか。重厚感じゃないですけど。それで、古着感はなくならんけど、なんていうの、馴染ませるっていう感じですね。イメージで言うと。難しい。だから、中クロムハーツ。で、カーディガン好きなんで、なんか、重ねた方がおしゃれに見えるじゃないですか。おしゃれ。で、カーディガン結構多分ね、インナーに着る方多いと思うんですけど、こうやってパーカーの上から着たりとかしても可愛いんで、はい、こんな感じで。なんかもう私服って感じですね。もうザーやね。はい。なんで今回は、古着ベースで組み立ててますね。なんで、僕の中では、古着はワンコーデワンアイテムって決まってるんで。あ、そうなんや。そうなんですよ。で、ブランドもできれば1種類。例えば、モノグラムやったらもう誰がどう見てもビトンじゃないですか。だからその場合は、もしブランド使うってなったらもう無地とか、それなんなんやろみたいなんを僕は選ぶことが多いですね。古着入れることで決まりすぎない。カジュアルに着れるっていうところで入れることが多いですね。これもポイントがシュプリームなんですけど、これもロゴが入ってたらダメなんですよ。このロゴが入ってたら、クロムとちょっとバッティング、喧嘩しちゃうんで、だから、できる限りロゴの入っていないもの。で、シュプリームって基本ではないですけど、古着サンプリングしてること多いから、やっぱ古着とシュプリームの相性もね、いいんですよ。だからそれで持ってきましたね。うまっ。だから逆にこれあれなんですよ。こいつをインナーにして、上に綺麗めなジャケットであったりとか、ちょっとハイブランド系持ってきても面白いですよね。で、ほんまは靴ね、もっと高級感のある靴でも良かったんですけど、なんかちょっとやっぱ今の僕の気分がアメカジやから、あ、そうなんや。だからバンズっぽいダークシャドウを持ってきたって感じですね。ほんまはもっとなんかトイ道具とか使ってもっとパンチ効いた感じもやっぱやろう思ったらできるじゃないですか。ただなんか真似しやすいというか参考になりやすい着方って感じしちゃいます？いやなんか個人的にはそのジップパーカーの上にカーディガンもありなんやっていうところが驚きやった。ありっすね。ファッションに答えなんてないんでね。それは中に T シャツ着てジップ開けてるとかでもありだ。でも全然ありやと思います。ありなんや。ほんまにだから中柄あるやつとか、あとここにデザインがあるやつとかやったら開けてきてもいいし、だからそれこそこの中にハーレーの T シャツとかフロントデザインやるやつとかを着て全部開けてっていうのもかっこいいと思います。パンツで基本的にやっぱ印象変わるんでね。だから僕上よりパンツの方が印象変わると思ってるんで、今の、このスタイルで例えばボトムをちょっとハイブランド持ってくるってなったら上もう一気に爽快ですね。こうなったら全部変わる。あ、そうなんや。そうなったらだから下もしハイブランド持ってくるんやったら中に古着の T シャツ着て、またカーディガンになるんですけど、カーディガン羽織って。カーディガンはこのカーディガン持ってくる？これでも全然いいと思いますし、あと、なんやろ、ほんまにヴィンテージの無地のカーディガンとかでもいいと思いますし、どっちかに寄りすぎても、かっこいいのはかっこいいですけど、なんか、ほんまにファッションを楽しむってなるんやったら、なんか両方入れた方が楽しい気はしますね。なんか、一個気になったのが、ちょっと色味的に落ち着いてるなって思ったんですよ。秋なんで。そういうことなんや。なんかここでくっくり栗色でしょ。だからちょっと秋っぽさを出したかったんで、でまあ一応ここオレンジ使ってるからそれで帳尻合わせてるって感じですね。今の見せ方、はい、もう一色欲しいんで僕ほんまはなんか言ってたよね前にね。ほんまはね、うん、なかなか難しいじゃないですか、もう一色入れるってなったら。これもう一色入れるってなったら何色持ってきたい？暖色っすね、確実に。赤系っすね、赤に近い。まあオレンジでもいいしピンクでもいいし黄色でもいいっすね。あ、黄色か、うん、青とかはまた違うんで変わってくるんで、あったかい系の色味を、それこそ紫とかでもいいし、なんかそういう感じの色を入れてあげた方がよりおしゃれに見せれる気はします。なんかもう一つ言っていいですか？はいはい。ほんまは白入れた方がいいんで、ほんまはインナーにもう一つ下から白の T シャツとかちょっと大きめで着て出したかったんですよ。パーカーの裾から見える感じ。パーカーの裾からもう無地でいいんでな、インナーやから。ほんまは見したかったんですけど、はい、持ってきてないんでなかったのね。なかったんでその時 T シャツこれはブラウンやから白を見せるって感じです。わかりますかね？わかんないですけどちょっとブラウンに暗い色合わせちゃうとね、暗い色だけでいっちゃうと濁るんで、全然ちゃうと思うんですよ。このブラウンにちょっとでも白入ってたら、一気に見え方変わるんで、だから暗い系に白のインナーとか持ってくることによって、ほんまにちょっと明るく見えるんで、これ入れるのおすすめですね。白系。服が黒い人ほどインナーは白。じゃああれや、ジュースティーちょうどいいんや。そうなんですよ、ちょっと長めの丈で下から出すっていう感じが、だから今こう開けただけで多分また見え方全然違うと思うんですけど、違う、ちょっと明るくなったでしょ、色入ってないのに、だからほんまは僕は白出したかったです。なるほどね。ちょっと今日私全身黒恥ずかしいもん。そうっすね。だからちょっとね、どっかに白持ってこないといけないんですよ。やな、はい、勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは、村山です。はい、僕は2番目ですかね。そうです。ファッションリーダーの次なんで、ちょっと緊張するんですけど、キャップが一応プラダ、B2 ですね。僕って言ったら結構 B2、最近キャップかぶってるんですけど、割と昔から B2 かぶってるじゃないですか。ブランドもんじゃない B2 だと古着と合わせるってとこでラフになりすぎるんで、プラダの B2 を選びました。でこのジャケットがこれロエベですね。あんまり普段僕着ないんですけど、すげえデザインが好きで、チェックも僕あんまり着ないんですよ。なんかイメージはあるあるか、でもこの色味はめっちゃ好きでええなと思って見てて、で使わせてもらいました。これからの時期にめっちゃ重宝する薄めの中綿ジャケット、裏地がキルティングになってて、サイズ感もねそんな大きすぎずジャストで着るようなサイズ感。あんまり僕結構ね普段オーバーで着ることが多いんですけど、こういうチェック柄のジャケットをこういうようなサイズで着るのってあんまないですね。確かにもうちょい大きめの方がイメージはあるかも。であんまりその大きすぎたら全体的なバランスとしてだらしなく見えるかなと思って、ちょっと僕もね30今年4なんで、ちょっとサイズダウンしたいなっていう気持ちずっとあるんですよ。なのでその気持ちも込めて若干いつも選ぶサイズよりかは落としてます。なるほど。はい、一応これパーカーはハーレー・ダビッドソンですね。でこれも結構タイトめで、確かにそんなに大きく着てないですね。僕は普段だと XL とか選ぶんですけど、今回 L を選んでます。はい、シュプリームとかやったら L でもいいんですけど、このハーレーとかってあんまり L でもそんな大きくないので、普段 XL なんですけど、ちょっとジャケットも着てるので今回 L を選んでます。パンツはね我らがジュースのオリジナル。オリジナルやで今年めっちゃ履いてるんですけど、今年から結構このショーツめっちゃ気に入って週に5回ぐらい履いててそのショーツっていうアイテムは今まで履いてなかったんですよ。こういうジャケットにショーツ、パーカーにショーツっていうスタイルはほとんどしたことなかったんですけど、僕の頭の中ではジャケットを着るともう下ももうロングパンツ、ロングだけのパンツっていう頭しかなかったんですけど、結構このジュースのメンバー、ジャケット着て、辻岡さんもそうですけど、店長もそうじゃないですか、社長も結構ショーツ履くじゃないですか。履いてるね。こういうジャケットにショーツを合わすことによって抜け感中か、なんて言ったんやろな、なんかでも気張ってる感がないというか。ポイントとしてはこのハーレーのデザインですね。この文字と、オレンジじゃないですか、ちょっとブラウンっぽいオレンジなんで、このチェックのところにここにオレンジ入ってるんですよ。ちょっとここ色を拾ってるっていう。なるほどね、はい、いやだからすごい統一感が出てていいと思う。でキャップも選ぼうとしてたんですけど、これキャップにしようとちょっとパーカー使ってるんでちょっとでショーツじゃないですか、ちょっとカジュアルすぎるなってとこで、一回キャップかぶってみてくださいよ。いいですか？よかったよかったでしょ。そうですね、ちょっとねやらしてもらってるんで結構悪くないんですけど、悪くない、これは悪くないんですけど、なんかでもねちょっと少年感が増した。そうです。まあカットしていいですけど、わかる、わかるでしょ。あの人は似合うからじゃないですか。なんかたかし君がそれやっちゃうとちょっと子供感が出過ぎちゃうかもね。だから考えた上で選ばしてもらってます。すごい良かったと思う。その B に見えてないんですけど、実はバンズ黒黒のスリッポン履いてて、上ハイブラじゃないですか。でここでなんかね、また靴もちょっとハイブランドであったりとか、ちょっとええやつじゃなくて、ここでバンズを使うことによって、このバンズが全体的に生きてくるんだなっていうところでバンズのスリッポンを選んでます。へえ、そうなんや。で僕ってあんまりそのハイブランドそんなにめっちゃ着るキャラじゃないですか。だから今年の秋冬はちょっと頑張ってプラダのアウターとかゲットして、プラダにバンズちょっと合わせたいなっていう思いがあります。なるほどね。かっこいいよね。最後なんですけど、このコーディネート色ないじゃないですか。ちょっと暗いじゃないですか。で見えてないんですけど、ちょっとチラッとした時に見えるこの中インナー赤着てるんですよ。出してしまうとねあれなんですけど、ちょっとなんかチャリコを入れる時とかなんかしてる時にチラッと見えたらおしゃれじゃないですか。でも確かにさっきそのパーカーがちょっとサイズいつもよりか小さいって言ってたから、見えやすくもなるしね、いいよね。パーカー小さめで、これ下 2X かな、結構大きめのロンティー着てるんですよ。で結構でも僕小さいスウェットとかフーディーの下から長めの T シャツが出すの好きなんですよ。で出してはないんですけど、一応着てるよっていう。すごい細かいところまで気を使ってるよね。こんな感じですかね、ここは。はいはい、おはようございます。おはようございます。紹介何人目になるんですかね。最後です。最後ですか。はい、古着とハイブランドの合わせ方、僕はこんな感じでいきます。はい、上がジャケットプラダになります。でパンツがカーハートのダブル2のブラックです。で靴は MM6 のちょっと大きめのソール分厚めのスニーカーを履いて合わせてます。なんかポイントというか、どういうところを意識してコーデを組みましたか。今年の秋冬はプラダのあのラックがめっちゃ欲しくて、これ私物なんですけど買うたんですよ。いつですか。だから初めて見ましたけど、8月とか。ああ、そうなんや。そうそうそう。でだからもう寝かしてて、昔黒持ってたんですけど手放しちゃって、それがめちゃくちゃ値段上がったんですよ。めちゃくちゃ高いんですよ。デカプレートのやつで今なんか55万ぐらいするんですよ。高っ。めちゃくちゃ高くて、ほんまそれを後悔してて、でもあのラックは個人的にもすごい好きなアイテムなんで、これを主役に考えてコーデを組んでるんですけど、コーデ組む言うてもあのラックなんでかなり完成するんですよ。その下は何を着てるの今。これは普通に T シャツです。あ、T シャツ。季節もうちょっと真冬になったら多分、ハイネックのやつとかを入れたりすると思うんですけど、なるほどね。今はとりあえず T シャツで、なんかこう開けて着るスタイルも個人的には好きなんで、かわいい。早めになんか秋口10月とか昼の日はこんな感じで着ようかなと思ってます。で緩い方がやっぱかっこいいと思うんで、カーハートめちゃくちゃ下で履いてます。だいぶ下げてるんや。バーリー下で履いてますね。どれぐらい、もうお尻ぐらいですね。あ、ちょっとなんかピンクの可愛らしいのも見えてますね。すいません、お気に入りのパンツなんですけどで結局僕ボーンボーンっていうシルエットになってるんで、足元にボリュームないと負けちゃうんで、厚底気味のスニーカーが僕すごい好きで、それで合わせてますね。辻岡さんと村山さんと2人とも意外と落ち着いた感じの色味やったんですよ。でも入れたい色はあるみたいな話をしてたんですよね。一つの伝統的には色はここに足したいとかはありますか。秋冬やろ。これが派手じゃね。派手ですか。松野店長がしたら派手なんじゃないですか。基本黒なんでね、これでもだいぶ挑戦してる色味ですけどね。でも確かに全身黒やから夜見えへん。やるって人はだから上からなんか羽織ってって感じかな。そのさ、もうこれがジャケットやんか。でもこれの上にまた羽織るってなったら何を羽織ったらいいの。ボア系のアイテムかな。素材変えて合わせたいかも。昔やってたんですけど、プラダのリナイロンシャツに上から黒のモヘアのカーディガンを着たりとか、違う素材で同色で合わせることを結構やってるんですけど、これ今回シルバーなんで、ちょっと難しいんで、黒で抑えるかなって感じですね。じゃあちょっとパーカーっぽく着るんや、その時。あ、そう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 。ああ、なるほどなるほど。もうただのパーカーとして使います。異素材混ぜたら結構まとまり効くっすよ。あ、でも確かによくやってるよね。黒ばっかやけど素材が違うっていうのは多いもんね。何があるやろ。この下から何か出してもいいかもしれないですね。裾ってこと。裾からチェックシャツ、昔インスタに載せてたロングのマルニのチェックシャツとか、これもプルオーバーが開いてないけど上からかぶせてもいいかもしれないです。へえ。そのチェックシャツは黒、赤、赤か青か2色あるんですけど、出してもいいかなとは思うんですけど。なるほどね。スカートみたいなイメージですね、多分。むずでもそういう風に裾からこう長めのやつ出すってなったら、うん、ボトムは細身になるの？いや、僕は太い感じでいくかな。なんか多分細いやつでいくと、うん、ほんまキュートスカートを履いてるみたいになっちゃうから。あ、そっかそっかそっか。一回なんか巻いてみよう。お、やってくれんねや。全面に巻かんタイプやけど、辻岡さん結構エプロンスタイル多いじゃないですか。僕はなんかだからスカートみたいな感じがいいんですよ。まあ言ってたよね。僕はなんか見方によってはスカートにも見えるみたいなんで横にすることが多いです。うわ、すげえおしゃれ。めっちゃいいな。大丈夫、煽ってないじゃない。マジで煽ってる。すげえ。それ何、普通に巻いてるだけ？普通に巻いてるだけです。そんなおしゃれなんの？このセリーノのシャツは薄めなんで、ちょっとナイロンで負けちゃうかもしれないですけど、別にこれ上から着るかもです。おしゃれ。でもいろんなパターン見せてくれる。ほんまはウールとかちょっと厚手のシャツの方がいいと思うんですけど。ああ、なるほどね。サイズ感も大きいから多分いけると思うんで、この感じでもラックは使えるんでおすすめです。すごい。これがいいですね。アイテムがいいですね。あのラックどっちもです。あのラックってさ、なんていうの、こうもうアウターとして思ってるから中に着込むしかできひんのかなって思って避けてた。ああ、内側に。そう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 、ワンパターンになるなと思ってたけど、めっちゃいろんな着方できるなと思って。そうなんですよ。めっちゃ欲しくなりました。よかったです。とってもよかったです。あとですね、すいません、ちょっと重要なところあんまり聞いてなかったんですけど、ちょっと一回脱ぎますね。はい。いや、なんか今回のそのテーマが「古着×ハイブランド」っていうことなんですけど、はい、まあ他の2人はそのハイブランドと古着のバランス、どんだけ古着を入れるかどんだけハイブランドを入れるかっていうことを、まあ説明してくれたりとかしてたんですけど、店長的になんかその辺気にしてたりはします？靴が僕普通のローテクじゃなくて、例えばバンズとかは全然履かないんで、だから古着すぎひんようになるんですよ。例えば合わせてる靴がプラダとか、今やったら MM6 とか、ブーツ系が多いんで、あとミュールか。だからそれだけで若干古着感消えてると思うんで、だから割合で言うとなんかブランド6古着4みたいな感じかな。ああ、なるほどね。だから上がブランド、下だけ古着で、上が古着やったら下もなんか履くのとか履いて、でブランドものの靴なんで、どっちかっていうとブランドの方が多い比重かもしれないです。古着すぎるとね、僕あんま似合わないんですよ。なんかカーゴパンツ履いて、古着の、まあ、ダブルニートが履いて、ローテク履いて、チャンピオンのスウェットが着ると、僕ちょっとね、まあほんま量産系なんで。マジでなんかちょっと大学生っぽくなるんかな。そう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 、なるんですよ。それで意識してるのは靴かな。なんていうのかな、まあ、ローテク、さっきバンズとかも言ってたけど、あんまりそういうスニーカーブランドみたいなのは少ない、持ってるのは。少ないですね。ナイキのゴアドームとか、ちょっと若干癖あるかもしれないですね、持ってるやつも。まあでもそれにしてもちょっとあれか、いろんなブランドで出てる、ちょっとボリュームのある感じが多い。そう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 。いや、すごいなんかやっぱ自分を分かってますね。いっぱい失敗したんだよね。挑戦はしてきてるんやね。はい。あ、でも面白い。めっちゃ学ばせてもらった。ありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画のご視聴ありがとうございました。今回はスタッフで、古着とハイブランドの合わせ方みたいなのを話してもらいました。はい、次回の動画もまだ服でいくかわからないのですが、ちょっとなんか楽しいことしたいですね。僕らの良さがそっちの方が出るんで。ちょっと最近真面目な感じが多かったからね。はい、いやもうね、ありがたいことにでも視聴もね回って、コメントもいただいてるんで。そうですね、たくさんコメントしてください。お待ちしております。どんなコメントでも大丈夫です。煽ってる。メンタル強いんで、僕。ちょっとね、TikTok でやられ気味なんでね。僕メンタル強いんで、ほんまに。ほんまに。中編大丈夫？全然大丈夫です。じゃあ、いろんなコメントお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、この動画がいいかなと思った人は、高評価とチャンネル登録とコメントもお願いします。お願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。よいしょ。